レナウンはイギリス海軍の巡洋戦艦。日本語におけるカタカナ表記ではリナウンとされている例もある。レナウンとは英語で有名、巧妙の意。レナウンはイギリス海軍が第一次世界大戦最中の1916年9月に完成させた巡洋戦艦。レナウン級巡洋戦艦の一番艦。同系艦にはレパルス及びレジスタンスがある。レナウンと レパルスでは、細部に、若干の差異がある。春航後、グランドフリートの巡洋戦艦部隊に編入されたが、大活躍する機会もなく、世界大戦は終結した。この時期、レナウンは、大英帝国皇太子エドワード8世のお召し艦となり、世界各地を公開した。1922年4月12日、レナウンは、日本の横浜港に到着する。英国皇太子は、 セッショグルを訪問、その後は日本各地を訪問し、英国皇太子とレナウンは鹿児島から離日した。日本の復職会社レナウンもこの英国皇太子訪問と本館に由来する。海軍休日時代、イギリス海軍は本級2隻と最新鋭のフットで巡洋船艦船隊を編成した。1930年代中期、東型環境の増設、複法の療養法化、 機関部の交換などの大改造工事を行った。第二次世界大戦初戦では、ドイツ海軍のポケット戦艦や、シャルンホルスト級戦艦に対処するため、大西洋を奔走した。1940年後半に、H 部隊に編入され、地中海戦域での航空機輸送作戦やマルタ増援輸送作戦と、大西洋におけるドイツ通商破壊艦への対応に従事した。 1941年3月、ベルリン作戦により大西洋に出撃してきたシャルンホルスト級2隻と対峙するが、決着をつけられなかった。5月下旬、H 部隊はドイツ戦艦ビスマルク追撃戦に参加する。この追跡戦において、H 部隊は決定的役割を果たし、ビスマルクの撃沈に貢献した。その後は本国艦隊に所属し、 1944年以降は東洋艦隊に所属して世界各地を伝染した。第二次世界大戦の終結後の1948年に除籍され解体された。巡洋船関連ナウンはスコットランド・グラスゴーのフェアフィールド・シップビルディングエンジニアリング社によって建造された。1916年9月に竣工、その大焼け身では 排水量27,900トンの状態で32.58ノットを記録した。しかしユトランド沖海戦には参加できず、第一次世界大戦の残り2年間はグランドフリートの第一巡洋戦艦船隊に所属して北海で活動したが敵と砲火を交えることはなかった。荒海を航行する巡洋戦艦2隻の写真が残っている。 第一次世界大戦後にグランドフリートが解散すると、レナウンは1919 19年4月に大西洋艦隊所属となった。後続力と総霊で優美な外観が評価され、レナウンはエドワード皇太子のお召し艦に抜擢された。観光部の三連装副砲を一気撤去し、艦越台を設置した。最初の航海は、同年8月から南北アメリカ大陸訪問であった。 1920年3月、エナウンは再び英国皇太子のお召し館となった。今回の巡行はパナマ運河を通過してアメリカ西海岸、ハワイ諸島、オーストラリアやニュージーランド訪問であった。1921年10月、エナウンは3度目のお召し館となり、エジプト、インド、日本などを訪問した。随伴艦はケージュンダーバンであった。 1922年4月12日朝、おし館レナウンは横浜港に到着した。英国皇太子のほか、ベルギー王族のチャールズ親王も市官候補生として同行していた。日本側は東伏見宮より人新郎を接班役として出迎える。エドワード親王はおし列車で東京に向かった。日本のアパレルメーカーのレナウンの由来も、 英国皇太子を乗せて訪日した本艦にちなんでいる。日本海軍は、土地内総治郎連合艦隊司令長官以下、戦艦3隻や巡洋戦艦3隻、第一水雷戦隊などが出迎えた。レナウントダーバンは4月26日まで横浜港に停泊し、長戸型戦艦や伊勢などの建察艦と共に過ごした。英艦乗組員はいくつかの行事に参加したり、日本艦の乗組員に、 案内されて各地を観光したり、お互いの館を見学して過ごした。英国皇太子を含め王族関係者も、道の区や長戸を訪問している。同26日、レナウンは芸術館と別れ、横浜を出発して、西日本に向かった。その後、神戸港で英国皇太子が日程をこなすまで、第三戦隊と共に待機した。日本各地を観光。 訪問した英国皇太子は5月6日に神戸で帰戦に乗船する。5月8日、五島神社や秋の宮島を観光した英国皇太子は、軽巡洋館基礎に乗館して、呉市に移動し、海軍兵学校や呉海軍交渉を見学した後、久しぶりにお召し館レナウンに戻った。9日、レナウンは鹿児島湾桜島近海に停泊し、 英国皇太子は、関西水雷艇で、鹿児島市に上陸した。同9日、遊国、英国皇太子は、東郷平八郎元水に見送られ、レナウンと共に離日した。ワシントン海軍軍縮条約により、保有艦艇の整理が行われると、イギリス海軍は、本級二隻と、巡洋戦艦フットで、巡洋戦艦船隊を編成した。 1923年から1926年にかけて第一次近代化改装を行い、砲撃と水雷に対処するため装甲を増設した結果、第四級巡洋戦艦に相当する装甲を手に入れた。10年間に及ぶ活動の後、レナウンは再び改装作業に入る。上部構造は大規模な改修が行われ、環境と前帆柱は、 全時代的な三脚章から近代的な、等型環境に更新されまい、小柱は、軽微な三脚章として新造された。二本の煙突はそのままだが、副砲は10.2、立方センチメートル連装速射砲から11.4センチメートル連装広角砲へと更新され、ポンポン砲も、最新の八連装型に更新され、対空火力が強化された。また、二番煙突の基部は、 水蒸気格納庫となり、水分と格納庫の間に射出型パルトが中央部甲板上に守備線と直角に埋め込まれた。水蒸気と関西艇は船体中央部甲板の左右に設置されたクレームにより運用された。この改装作業は第二次世界大戦勃発の直後、1939年9月にポーツマス海軍交渉にて終了した。しかし、 上部構造物の更新や対空火器の更新に伴う重量増加により、本艦の浮力は船体に追加されたバルジをもってしても不足し、喫水が沈下した影響によりしのげ波み性と速力が改装前に比べ低下した。ただし、色紙艦の刷新により大やけ試みでの速力は29.93ノットと微減に止まった。また、この第二次回送時に、レナウンには、 ライトグレーの塗装がなされたが、この塗装は1940年にミディアムグレーに改められている。以上のようにレナウン級2隻は頻繁に改装を行うので、レナウンはリフィット、レパルスはリペアとあだなされたという。1939年世界各国が保有する第一次世界大戦海軍休日時代の戦艦は20ノットから25ノット程度の速力であったが、 これらに比べて、高速を発揮できるイギリス巡洋戦艦3隻は、第二次世界大戦においても運用上の長所となった。また、列強各国の新世代戦艦に対しても、速力では見劣りしなかった。特に、ドイツ海軍のポケット戦艦にとって、イギリス巡洋戦艦は恐るべき存在であり、同等速力のシャルンホルスト級戦艦に対しても、火力で勝っていた。 1939年9月1日に第二次世界大戦が始まるとドイツ海軍はポケット戦艦や仮想12洋艦を大西洋に放ち通商破壊作戦を実施する連合国の核海軍は対応を迫られた同年後半には総交艦アドミラルグラーフ出兵探索のため南大西洋に派遣される本艦の存在と接近をイギリス側が 盛んに宣伝したので、ラプラタ沖海戦により、ウルグアイのモンテビデオに避難していたグラーフ・シュペイは追い詰められ、12月17日に、ハンス・ラングスドルフ艦長は、シュペイを自沈させた。1940年1940年4月、イギリスは中立国ノルウェーエンガニへの機雷不説作戦を実施し、さらに、ノルウェー占領沖として、R4 計画を準備した。 ちょうどドイツもベーザー演習作戦を発動し、ドイツ海軍の有力部隊がノルウェーに攻め込んだ。ホイットワース提督はレナウンに、正気を掲げ、駆逐艦数席を連れて、機雷不説作戦を支援したが、4月8日に、機下の駆逐艦、グローウームがトロンヘーム沖海戦で、ドイツ従順アドミラルヒッパーに撃沈される。翌9日、レナウンは、露テ天諸島沖で、 ベーザー演習作戦従時中のシャルンホルスト級戦艦2隻と遭遇した。レナウンはグナイゼナウを追跡し、15インチ砲3発の命中弾を与えた。だが悪天候でグナイゼナウを見失い、ドイツ軍によるなるべく占領を防げなかった。4月10日、フォーブス司令長官が率いる本国艦隊直卒部隊が北海に進出し、 ホイットワーステ督トクのレナウンやレパルスに合流した。イギリス海軍は第一次、ナルビク海戦で勝利した。だが空母フューリアスによる空襲は失敗し、勝利を完璧なものにするため、今度は戦艦がナルビクに突入することになった。13日、ホイットワーステ督トクは洋上で巡洋戦艦レナウンから戦艦ウォースパイトに乗り換えた。 そしてオースパイトと駆逐隊を率いて、ナルビクに進撃し、同地で大戦果を上げた。だが、その後の連合国軍のノルウェー作戦はうまく行かず、アルファベット作戦を発動して、ノルウェーから撤退した。1940年後半から1941年にかけてレナウンは、ジブラルタルを拠点とする H 部隊に所属して活動し、大西洋及び地中海に、 戦略的存在として影響を与えた。レナウンは地中海戦域での作戦に従事し、マルタ島に空母を利用して戦闘機を輸送するクラブランやマルタ増援輸送作戦に幾度も借り出された。1940年11月、ホワイト作戦に参加した。1940年12月20日、空母アークロイヤル軽巡洋艦、シェフィールドなどとともに、 ジブラルタルから出撃する。地中海で戦艦マレーやヤマルタからの戦団と合流して12月24日にジブラルタルに戻った。12月25日、大西洋で兵員輸送戦団がドイツ従順アドミラルヒッパーの攻撃を受ける。w s 5衛戦団の護衛に英順洋艦3隻がついていたのでヒッパーは戦果を上げられず機関部長もあって ドイツ本国に戻った。それでも H 部隊は直ちに大西洋に向けて出撃した。この出撃の際、レナウンでは大波によって被害が生じ、12月30日にジブラルタルに戻るとドックに入った。次の作戦は MC4 作戦で、レナウンはマルタへの戦団を護衛した。1941年1941年1月7日、エナウンは戦艦マレーや 空母アークロイアルなどと共に、ジブラルタルから出撃し、途中で戦団と分かれて1月11日に、ジブラルタルに戻った。1月31日、マレーやアークロイアルなどと共に出撃。この作戦は、サルデーニャ等のダム攻撃とジェノバ攻撃であり、前者はアークロイアル搭載機によって実施されたが後者は、悪天候のため実施されず、艦隊は2月4日に、 ジブラルタルに戻った。中止になったジェノバ攻撃は、クロック作戦と名を変えて、再び実行され、レナウンなどは2月6日に出撃した。攻撃は2月9日に行われ、レナウンは15インチ砲弾125発を発射した。2月12日、ドイツ潜水艦及び航空機による攻撃を受けた、HG53 戦団の救援を命じられ、レナウンは、アークロイヤル、 シェフィールド、駆逐艦5隻と共に出撃。だが、同日中に命令は変更となり、シェフィールドのみが救援へと向かいレナウンとアークロイヤルは WS6 戦団を護衛することになった。戦団の護衛を2月21日にまで行い、25日にジブラルタルに戻るとレナウンはドックに入った。3月2日に、ドックから出ると地中海で訓練を行った。3月8日、 SL67 戦艦護衛中の戦艦マレイヤが、通称破壊作戦中のシャルンホルスト級2隻と出会い、各方面に通報した。それを受けてルナウンは出撃して、戦艦と合流し、しばらく護衛を行った。3月16日、今度は HX114 戦艦護衛中の戦艦、ロドニーがグナイゼナウと遭遇した。それらがブレストへ向かったとの報告を受けて、 レナウンも、戦団から離れて、その補足に向かった。3月20日、H 部隊のアークロイヤル島再起が以前に、ドイツ巡洋戦艦に捕獲された3隻のタンカーを発見。レナウンはそのうちの2隻を補足したが、2隻とも自沈した。その後も H 部隊は、シャルンホルスト級2隻を捜索したが成果はなく、3月24日に、ジブラルタルに帰島した。 4月になると、マルタへの航空機輸送作戦に参加し、それから4月8日から16日まで、アークロイヤル、シェフィールドなどとともに、シャルンホルスト級戦艦2隻が潜むブレストの封鎖に当たった。シャルンホルスト級2隻は、イギリス空軍機の爆撃で損傷し、外洋に出てこられなくなった。5月24日朝、デンマーク海境海戦で、 マイティフットが巨大戦艦ビスマルクに撃沈された。ビスマルク及び従順プリンツオイゲンによる通称破壊作戦に対応するため、英海軍の H 部隊は大西洋に進出していたが、急遽ビスマルク追撃戦に参加した。5月26日夜、エナウンに長期を掲げるサマビル中将は空母アーグロイヤルの空襲に最後の望みをかけた。 第二次攻撃隊のソードフィッシュがライン撃により、ビスマルクの火事を破壊したので、イギリス艦隊はビスマルクを包囲して撃沈することができた。この際に、英海軍はレナウンが、戦艦に対しては2 0 0級の防御力しか有していない、事実を熟知していたため、追撃戦終盤時には、主力艦キング・ジョージ5世及びロドニーが苦戦した場合にのみ砲撃に参加せよと命じていたという。 5月下旬に、クレタ島が陥落して、数軸軍の手に渡ると、マルタ島の重要性はさらに増し、英領マルタをめぐる一連の戦いは激化した。1942年以降1942年から43年にかけて、本国艦隊に所属した後、レナウンは東洋艦隊に加わり、インド洋に派遣される。この時期に、海軍省義満様式を用いた、 明細塗装を行うとともに、271型、282型、284型、および285型各種レーダーに更新した。1944年から45年にかけて、セイロン等を拠点として活動し、日本海軍を建成した。1945年2月に入ると、高速艦を欧州海域に補充すべく、イギリス本国に開港された。 この際に海軍省指定本国艦隊用スタンダード名彩を施された。レナウンは第二次世界大戦を生き残った唯一の巡洋戦艦である。大戦後は本国沿岸で短期間活動したが、1948年3月にスクラップにするべく英国鉄鋼コーポレーションに売却された。ありがとうございます。